こういうやつ、マジで許せない。作家兼、医師の、知念幹人様は、ツイッター上で誹謗中傷を受けています。知念様はワクチン関連や、流行り病に関するツイートを、たびたびしておられます。そのせいか、反ワク界隈の方々から、過激な誹謗中傷を受けたり、デマを流されたりしています。こういう方々どの界隈にもいますよね。自分と考えが違う相手に対して、何をやってもいいと勘違いしている方々です。で、知念様はずっと中傷を受けていて、さすがに法的措置を取ることにしました。現在複数の開示請求が進んでおり、粛々と法的措置を進めているそうです。そんな中、加害者から謝罪の DM が来ることがあります。しかしその内容があまりにもひどいです。加害者なのに、なぜか被害者面をしているという、この現象何なんでしょうかね。この現象になんか名前をつけたいですね。知念様のツイートから引用します。業務連絡、プロバイダから紹介を受け、慌てて、そんなつもりでは、軽い気持ちで、と謝罪、司会時請求の取り下げを求めてくる方がいますが、すでに弁護士に依頼し訴訟手続きを行っており、それだけで終わりにはできません。取り下げには正式に和解交渉が必要です。ご理解ください。プロバイダから開示請求の紹介が来て、精神的に不安定になっています。不安で夜も眠れません。取り下げてください。なんでこんなひどいことを、と DM をいただきましたが、そちらが年単位で人殺し、未成者、賄賂をもらっている、等の罵声を浴びせてきたからですよ。なぜ被害者面、DM 読んだ瞬間、素で知らんがな、って声が出た。というわけで早速、誹謗中傷により先日和解になったからいただいた、約5万円のうち、必要経費81万円多分合ってると思う、を引いた24万円を寄付させていただきました。もう一件、和解が成立しそうなので、成立し次第、それも寄付させていただきます。国境なき医師団に寄付しました。ちなみに開示請求は、複数人をまとめてやっているので、次回以降に和解金慰謝料をいただいた場合には、必要経費が大きく減るので、もっと大きな金額を寄付できると思います。十分な医療を受けられず苦しんでいる方の助けになりますように、それとも、国連 WFP と半々で寄付した方がいいかな。なんで加害者なのに、被害者面してんだよと、こういうやつマジで許せないです。医師である知念様の主張に賛同できないならば、どの主張がおかしいのか、具体的に反論すればいいのです。それができるほどの知能がないから、誹謗中傷などに走ってしまうんでしょうね。そういう人、最近結構見かける気がします。謎の被害者面 DM に対する、ネットの反応を一部ご紹介します。ただの自業自得ですね。自業自得なので取り下げる必要なし、ぜひ徹底的にやってほしい。めちゃくちゃ笑える。むしろ今までどんな気持ちで寝てたの。ズーズーシーにも程がある。謝罪すらまともにできないのか。開いた口が塞がりません。年単位は怖すぎる。所詮他人事ですから。って漫画を思い出した。今後の展開が気になってしまって、夜しか眠れません。ルルーシュに合わせてみたい。ちなみにツイッターのアカウントで、誹謗中傷する方々は結構いますが、あれがちでアホだと思います。例えば匿名掲示板とかだったら、ワッチョイや ID などで、多少の紐付けは可能なものの、同一人物の書き込みをすべて紐付けすることは、不可能です。でもツイッターのアカウントで、誹謗中傷を書いている場合、過去の投稿も全部紐付けされてしまいます。これがいかに危険なことなのか、わかっていない人が多いです。ツイッターって面白いですよね。過去の投稿を見ただけで、その人がどんなことを考えているのか、どの程度の知能レベルなのかが、簡単にわかってしまいます。古い言葉ではありますが、ツイッターはバカ発見機、とはよく言ったものです。いわば自分の黒歴史ノートを、大衆に向けて公開しているようなものです。そんなことして一体何の得があるんでしょうか。YouTuber にネタを提供してくれているのかな。最後までご視聴ありがとうございました。